ニセドミトリー一世は、モスクワ国家のツアーリ。動乱時代にイヴァン4世の罰子ドミトリー王子を、戦勝した最初の人物で、その権利によって即位し、ドミトリー二世と数えられた。ジグムンと三世に忠誠を誓うニセ、ドミトリードミトリーは1600年頃に、その存在が知られ始めたらしく、モスクワ総主教イオフは、彼の存在を伝え聞き、その実在を把握している。しかし、 ボリス・ゴドノフが追っ手を差し向けると、ドミトリーは、ウクライナ地方のオストルフに逃れて、コンスタンチン・オストロジスキー公の保護を受け、その後リトアニアの大貴族、ビシニョビエツキ家の庇護下に入った。アダム・ビシニョビエツキとミハウ・ビシニョビエツキは、ロシア情勢に介入する口実と見て、ドミトリーの主張を支持した。ドミトリーには、ポーランドの戦王ステファン・バートリの生だという噂があり、 後世の逸話ではそのことを明かしたドミトリーが怒った、主人に殴られたとされる。ドミトリーは母親であるイヴァン4世の未亡人マリアナガヤに向けて、自分はウグリチで1591年に殺されたと思われた時、実はボリス・ゴドノフの資格から逃げて、ある医師の手助けで修道院にかくまわれて成長したと主張した。そして、その医師の死後、ドミトリーはポーランドに逃れ、 ビシニョビエツキ家の庇護を受けるまでの短期間は教師をしながら暮らしたとも証言した。ドミトリーが巫女に容姿が似ているとイヴァン四世も述べたという口頭無形な話まで多くの人々が信じたようである。またドミトリーは乗馬や読み書き、ポーランド語とロシア語両方を使いこなすといった貴族的素養を示した。ドミトリーの主張を信じたかどうかはともかくアダムビシニョビエツキ ロマン・ルジニスキ、ヤン・ピョトル・サピエ派その他何人かの貴族たちは、ボリス・ゴドノフの対抗馬に彼を担ごうと拡作した。1604年3月、ドミトリーは、クラックフの王宮で、ポーランド王、ジグムンと三世に引き合わされた。国王は彼を一時的に支援したが、モスクワ対抗をシュのための直接的な援助は、約束しなかった。イズス会からの支援を仰としたドミトリは、 1604年4月17日、密かに、カトリックに改修し、教皇特使乱合にから指示の確約を取り付けることに、成功した。また、イエジー・ムニーシェフにも助力を頼み、その代償として即位した暁には、プスコフ、ノブゴロド、スモレンスク、ノブゴロド・セーベルスキーを、ムニーシェフ家に渡し、彼の娘マリナ・ムニーシェフを皇妃に迎えると約束した。ボリス・ゴドヌフは、 この戦勝者の存在を聞くと、特にはっきりした情報もつかめないうちに、彼を逃亡した修道士、グレゴリーをトレピエフだと宣言した。しかし、ボリスがこの噂を広めようと努力するほど、ドミトリー支持者が増えていった。何人かの大貴族は、ボリスの政府に服従しなくて済むという理由から、戦勝者への支持を表明した。ドミトリーは、多くの支持者を得て、 小規模な軍隊を組織し、さらに、ポーランドリトアニア共和国のマグナートから約3500名のミリシア教室を受けて、1604年6月にロシア領内に入った。南部のコサックをはじめとするゴドゥノフの敵対者たちが、ドミトリーのモスクワ新軍に参加した。ドミトリー軍は、戦意の低いモスクワ国家軍と二度交戦し、一度目は、 クルスクをはじめ4都市を陥落させて勝利したが、2度目は大敗しかけて滅亡寸前に追い込まれた。劣勢に立たされていたドミトリーが持ち直したのは、サーリであるボリス・ゴドゥノフの宝魚の方が入ったおかげである。ボリスの唐突なしでドミトリーを拒む大義名分を失ったロシア側は、うやむやのうちにドミトリー支持に回る者が相次ぎ、 1605年6月1日には、ボリスの後継者、ヒョードル二世が、モスクワで逮捕された後、母親であるボリス・ゴドゥノフの日、マリア・スクラート・バベリスカヤと共に処刑された。6月20日、戦勝者は、首都モスクワに外戦入場を果たし、自ら新たに選んだ、ギリシア人総主教イグナチオスの手で、6月21日に、大冠式を執り行った。2世、 ドミトリーの前に引き出された、ボリスの娘クセニアにせ、ドミトリーの最後ツアーリとなったドミトリーは、まず権力の正当化のためにイヴァン四世の眠る、アルハンゲルスキー大聖堂の墓所に猛出で、また、母親マリアナガヤの住む、修道院を訪問して息子だと認めさせた。ゴルノフ家で一人だけ処刑を免れた、ボリスの娘クセニアは、無理やり、ドミトリーの目かけにされた。 ポリスによって失脚させられたロマノフ家、シュイスキー家、ゴリチン家などの大貴族たちは、こぞって彼に忠誠を誓い、モスクワへの帰還を許され、フィラゲートはロストフ,フ主教に任ぜられた。一方、ドミトリーをツァーリと認めない、イオフ総主教は解任、追放された。ドミトリーは、政治、経済に関する改革に着手し、ユーリーの日の観光を復活させて、 農民の社会的地位の改善を図った。また対外的には、ポーランドリトアニア共和国及び、ローマ教皇との同盟を結ぼうとし、オスマン帝国との戦争をも論んで民衆に、火器の製造を命じた。また、ドミトリーは、書簡の中で、ピョートル一世より100年以上前に、皇帝の辞書を用いているが、これは、当時の人々に受け入れられることはなかった。 1606年5月8日、ドミトリーはマリナ・ムニシフブナと結婚したが、宗派の違う公費は婚礼に際して、正教会に改修するという慣例を破り、マリナはカトリック信仰を許された。ドミトリーはポーランド側に情報して、即位後にカトリックに改修しているから、妻に改修を求めないのだという見方が広まった。このことはロシア正教会、大貴族や、 民衆の激しい反発を招き、以前から彼に不満を持ち始めていたバシーリー・シュイスキー、らの大貴族がカトリック信仰とソドミーを広めたという罪でドミトリーを求断し始めた。ドミトリーが未だにモスクワに駐屯させているポーランド軍の守備隊がモスクワで頻繁に乱暴牢石を働いていることが民衆の怒りを買っていたことも手伝い、彼ら、反ドミトリー勢力は 民衆の指示を受けた。婚礼から間もない5月17日の朝、反乱者がクレムリンを吸収した。ドミトリーは窓から逃げようとして足を骨折し、反乱者の一人に見つかり殺害された。遺体は赤の広場で見せしめにされた上で焼却され、焼け残った遺体は大砲に詰められ、ポーランドに向けて発射された。ドミトリーの死後、一時は息子と承認したマリアナガヤは、 ドミトリー王子ではなかったと正式に否定している。ありがとうございます。